はちさんまるチャンネル、はい、じゃあ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 、インメキシコっていうことでございまして、声聞こえてますかね僕の、ということでメキシコに到着しました。ここからですね、まあ、今からまあまあメキシコのカンクンっていうところをね、ちょっといろいろ回って、でその後に日本でミニウカで、なかなか手に入りづらいテキーラを何種類かピックアップしたいと思います。まあまあちょっと、初めての国なので、テンパることもあると思いますが、頑張って仕入れてみたいと思います。それでは行きましょうアミーゴ。はい、ということで、カン君ですね、着きました。なんかすごい天気いいし、なんでしょう、これ今日本ではもう完全に真冬の2月なんですが、もう真逆の真夏って感じでございます。で、そのカン君で結構大きめの3階建てのスーパーがあると、そこに結構テキーラもいろんなものがあるらしいので、ちょっと一回そこ見に行きたいと思います。はい、ということで、早速ですね、このカン君で、一番大きい、デパートに来てます。で2階が、テキーラコーナーなんですけど、もうテキーラがもうねずっしりなんですよね。このもう見てください、ここパトロンシルバー、一時期ねコロナの時にねなかなか入ってこなくてね、値段がすごい上がったんですけど、もうパトロンシルバーとかもぎっしりあります。はい、830ねパトロンシルバーがね多いんですけども、今回ねせっかくテキーラ、ね、買いに来たんでメキシコまで、ちょっと珍しいのやっぱ買いたいっていう話あったんですけども、実際買いたいのがこちらエラドゥーラの、ウルトラっていうやつで、それはねちょっと今このスーパーにはなさそう。レポサドっていうね熟成年数1年未満のやつはあるんだけど、その次がアネホっていうのがあって、そのアネホにフィルターをかけたのがそのウルトラっていうやつなんですけど、それがねやっぱりこんだけ大きいスーパーでもなさそう。はいねえ、あとねドンフリオっていうねメキシコで有名な、テキーラがあるんですけれども、それのね70周年記念で日本にねミニウカのやつがあって、はい、それもね探してるんですけども、それもどうやらなさそうですね。にしてもこれ見てくださいよ、ずらーっとテキーラ、これ全部テキーラの棚よ、これすごくない？あー、まあでもねまだ来たばっかりなんでちょっと楽しみがねまだまだ続くということで、ゆっくり探していきたいと思います。さあ今回は4泊7日のメキシコ旅で、せっかくなのでメキシコ観光に行ってみました。こちらはセノーテですね。石灰岩が陥没して雨水が溜まってできた泉ですね。もうめちゃくちゃ綺麗です。で、そのセノーテの中はどうなってるのかで言いますと、見てください、この美しさ。午前中にだけ見えると言われている光のカーテン、これが今見えてますね。しかもこの日一番嬉しかったのは、まさかの貸し切りだったということですね。最高でした。そしてその後は、バーでビールを飲んで、バーでテキーラを飲んで、クラブですね。こちらはカン君にあるココボンゴと言われているクラブですね。クラブって言ってもね、なんかいろんなキャラクターが出てくるショーがあったりとかしてね、すげえ楽しかったですね。これスパイダーマンね。ああ、そしてマイケル・ジャクソンもできたりとかして。朝まで飲んでしまいました。最高。さあ、そして次の朝なんですけれども、地元で有名なとある場所に行ってみました。メキシコで有名な、タコスの屋台、タコス食べてみたいと思います。食べてみたいと思います。豚のタコス、
うわ、うん、このタコスは豚肉を煮込んだタコスらしくて、すっごいジューシーでむちゃくちゃもっちりしてて美味しいです。皮もリコ、はい、ということで、カン君の方はね、ちょっとまあ大型スーパー狙ったけどやっぱりなかったんですよ、ということで、タクシーでまあ30分ぐらい移動したところにプラヤデルカルメンっていうところがあって、まあここはどっちかというと東京でいうと原宿みたいな感じですかね。まあそこでね、ちょっとあのお酒の専門店いっぱいあるから、ちょっと見に行きたいなと思ってます。はい、ということで、なんか今ね、テキーラ屋さん見っけたからちょっと見ていきましょうか。見たことないテキーラいっぱいあるよ、言うて。あ、僕が欲しいなって思うテキーラはなんかないんやけど、なんか買ってみてもいいかもと思うようなテキーラがたくさんありますが、あ、こちらはガラスケースに入れられてるってことはおそらく高級なテキーラなんでしょう。なんか今こちら、彼が勧めてくれてるのがコーヒーテキーラなんやって。これコーヒーのテキーラ、なんかすごい勧められたから飲めないのか。お、サルー。おー、おいしい。うまい。これ買おうかしら。すごいシロップ感がある。次彼が勧めてくれたのがこちら、チョコレートのテキーラやって。ちょっと飲んでみましょうか。じゃあサルー。サルー。うわ、めっちゃチョコレート。わ、めっちゃチョコレート。うまい。くわ、これほんまにお酒？普通にチョコレートシロップなんやけど、酔えるの本当にこれ。すごいのあるね。最初1万円って言われてたんですけど、7000円で買わしてくれって言ったら、なんとか買わせてくれました。ただ7000円以上するやつかもしれませんが、騙されてるかもしれませんが、美味しかったんでいいでしょう。Thank you。コーヒーテキーラ。ここですね、行ってみたいと思います。あ、こっちか。ほらーほらー。おお、結構いろいろあるよ。さあ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 、この辺で、いろんなリキュールを、おっ、響き売ってる。響き売ってる。響きが2299ペソってことは、まあ、約1万8000円から9000円かな。あ、すごいね。ありましたありましたありました、こちら。はい、これ、日本未発売の、ドンフリオ70周年記念ボトル、ドンフリオね。いや、これをずっと探してた。やったー、これが欲しかったんだよ。はい、これね、ドンフリオ、メキシコで結構有名な、テキーラで、メキシコ人にこれを持っていくと、お前分かってるねって言ってくれる、テキーラらしいんですよ。これの、アネホ、1年以上、熟成したものにフィルターをかけた特別な、70周年記念の日本未発売のドンフリオ70ゲットでございます。やったー。はい、じゃあ続いて、まあ、これが最後になるかな、まあ、ドンフリオは帰ったけど、ここにエラドゥーラの、ウルトラがあればええなと思って期待を込めて行ってみたいと思います。なんか話聞いてたら、僕が欲しがってるエラドゥーラのウルトラは工業製品のため
ここでは取り扱いられてない、ここは職人が作るすごいローカルなテキーラしか置いてないんだよ、だって。だからおすすめのテキーラもしくはメスカルをありますかって聞いて今紹介してもらってる。 OK、 いいね。Para mí, para mí, para mí personal, good mezcal. Mezcal. This one. Yeah, this one. Mezcal. Para mí, mezcal. Oh. Mezcal. Okay. Para mí, this one. Tequila. これね。これはおす彼のおすすめだと。で、テキーラ。おお、ガラスケースいっとるからこれ。めっちゃ高いぞあれ。それいけるそれ。すごい高いじゃない。Para mí.匂い嗅いでみやって。Ese es mi tequila favorito。うん、彼のとてもお気に入りのテキーラでございます。マッスワーブ、スムーズ。君はとても男前だね。Thank you。おお。コニャ。チョコレート、カラメル。メスカルペチュガ。Es una planta, una planta。それは18種の植物です。それは非常に野生の縦列だ。ああ、アガベね。非常に豊かで柔らかい。アジタとで君って男前だね。おお、センキュー。メスカルがどうしても気になるんでちょっと試飲させてもらうことにしました。彼のおすすめです。これね、もうアガベがもうすでにね入ってんのよここにね。いやいや、めちゃくちゃいい香り。いやスモークスモーク、そうなんよね。メスカルってちょっとスモーキーやね。おお、うまい。スイート。あの甘みもあってスモーキーで。Good メスカル。燻製されてる感じがめっちゃ美味しい。あのね、彼が言うにはあの工業用に作られているメスカルってすごく喉以外がすると。で口当たりも悪いと。ただうちのお店で使ってるこっちのメスカルは。もう飲みやすくてスイーティーでそしてスモーキーだからもう味わいとしてはこっちの方が絶対いいよって。だから僕があの買おうとしてたのは工業用の、まあ、テキーラやから、おいちょっと待てと、狭間と、もうちょっとこの職人がこう一個一個手にかけたメスカルの方がいいぞって今おすすめしてくれて、確かに飲んだ時にめちゃくちゃうまいからね。テキーラメスカルスペシャルオケーション No not for everyday on a good momentちなみにテキーラは、まあテキーラもその指定された品種のテキーラでしか作られへんものがテキーラなんやけど、このメスカルっていうのは指定された地域で作られてるテキーラやったらあのどれでもいいっていう、でこれがメスカルとテキーラの違いなんだけれども、で今回僕はそのメスカルを飲んだことがないからどうしても飲んでみたかったっていうのもあって、持って帰るんやったらこいつやろなっていう、これ多分日本に絶対ないでしょうし、でプラスこの作り方の工程がね、これはちょっとあの現代的な作り方蒸留させてやねんけど、これはあの穴を掘ってそこに、メスカルになるものをそのテキーラを入れて燻製させる、ゆっくりゆっくりこの、 あの蒸すというか、それでできてるのがメスカルなんで結構古典的な作り方になるんですね。こんなんでも人に勧めても飲まへんでな。おお、まだうまいけどな。うわうまっ。あ、これうまい。これおいしい。レポサドこれスペシャルロケーション。ああ、はい、ということでちょっと値段交渉してこの、彼がすごく勧めてる、メスカル、これを1800ペソから1300ペソぐらいまで下げてくれて、まあ、5000円ぐらい安くしてくれたかな。はい、ということでこれはね多分日本に絶対売ってないと思うので、これを日本に持ち帰ってみんなで飲みたいと思います。 Thank you! Thank you! はい、ということで、テキーラメヒコっていうお店で、まあ、地元の本当に小さい、蒸留場で作っている、メスカルを、いろいろ試飲させていただいた中で、買わせていただきました。なんかねやっぱり、ね、テキーラとメスカルのなんかこう勉強をさせてもらえた感じがしてすごい嬉しかったですね。僕が欲しがってたのはすごい工業的な、
あメスカルとテキーラだったんだけど、彼のお店で置いてあるのはすごく地元の人間にしかこう出してないようなすごいニッチなテキーラとメスカルだったんで、そこでこう手に入れたのはすげえ嬉しかったな。はい、ということで買えてよかったです。はい、ということで、ドンフリオ70周年記念ボトル、これ日本で手に入らないやつで、テキーラメヒコで買った、メスカル、で、あと一番最初に買ったコーヒーのテキーラをゲットしました。いい買い物できたんじゃないでしょうか。飲んでみたいと思いますよ、日本帰ってね。はい、よいしょ。さあ帰ってまいりました、メキシコから久しぶりでございます。早速、どんな味なのかっていうのも含めてね、飲んでもらおうかなと。じゃあ見てください、梱包が外国キャラメルっぽい味もする。めっちゃキャラメル、え、わあ、ずっと飲めるわ。現地に行って買ってきた俺よりもええコメントすんなよ。